菅野さんも一部では差し入れの女王という声も上がるほどの菅野さんと聞いてました。いやいや、とんでもない。最近の私のおすすめは差し入れ弁当になってきました。男性はやっぱり牛肉弁当の方が好きなのかなって。ご飯の中にもなんかちょっとちっちゃく、ま、切ったごぼうとかこんにゃくとか混ぜつつそぼろが入ってたりとか、そぼろご飯の上に牛肉がかかってて牛丼、牛肉弁当みたいな。美味しそうでしょ。美味しそう。続いて浜辺さんのおすすめの差し入れは。私は赤坂にある赤坂おのさんのどら焼きです。創業120年の老舗赤坂青野のどら焼き。特徴はふわっとした生地に北海道産の小豆を使った素朴で昔ながらの味。あんこが甘いけど甘すぎなくて、なんかすごくあったかくなるような味がして、でしっとりしてて、でももちっともしててみたいな、なんかすごく私の中の理想のどら焼きだったので、ぜひ皆さんにも食べていただきたいなと思って差し入れさせていただきました。